はいどうもグランパンパースです。サブチャンネルの方の更新でさせていただきますね。あの、長谷川玲奈さんが所属している声優アイドルユニット、アイドル部将の,あの配信をね、見させていただきました。あの、とてもね、あの、良かったです。えー、もうちょっと長くやってもいいなと思ったんですが、ただ、あの、アーカイブで見ました。あの えー、リアルタイムで見ることができませんでね、ちょっと用事があって外に出ていたもんですから。で、あの、そこで、まずね、あの、一番私が嬉しかったのは、鷲崎ざたけしさん、MC のねあ、メガネのおじさんいるんですけども、あの人が司会をやっていたのがすごく嬉しかった。あの、アニメとか声優さん絡みのことをご存じない方もたくさんいらっしゃるかと思うんで、私の動画見てくださってる方は、あの、 ご存知ないかもしれませんが、鷲崎健さんという方はね、もう声優とかアニメ関連のイベントではもう欠かせない MC、司会の方なんですね。あの、本人はラジオのパーソナリティをやったりとか、主にその声優さん絡み、アニメ絡みのね、で、あの、それと、あとは本人で、あの、バンドもやっていたりするんですけれども、まあ基本的にはまあ、マルチタレント的な感じなのかな。でもそれも声優業界とかアニメ業界に結構特化した感じの人でね。だから知っている人はすごくよく知っているし、知らない人 人は何この人っていうような人ではあります。で、あの長谷川麗奈さんにね、あの、鷲崎武さんが質問をして、それにポンちゃんが長谷川麗奈さん返すっていうね、あの流れを見れたのが私としてはもう感涙ものでございました。この気持ちはアニメをね、あの好きで、それで長谷川麗奈さんも好きな人だったらきっと分かっていただけるんじゃないかなと踏んでおります。はい、で。 あと豊田萌さんがね、まあ、あのリーダーであの天遊氏のねそうあの天遊氏とあのルナティック・アイズとあの ノープリンセスの3つがあって、今回はその天遊詞の番組だったんですね。2500円で。そう、アーカイブだから、あのリアルタイムじゃないんですが、今からでは見ることはできます。ただまあ、8月の2日ぐらいまでだっただろうか。いや、違うかな。ちょっと、あの、その辺のことはちょっとまた詳しくあの調べなきゃいけませんが、まだ見れるはずなので、あの、まだ、もしリアルタイムで見れなかったよ、みたいな感じの人いても、あの見れますのであの、私もそれで見ましたからね。ただ、コメントしたかったな、ってなりますね。ニコニコ生放送だった。 でニコニコ動画のコメントで流れてくるんでねだからあのポンちゃんとかレナポンっていうのこういうあのねコメントは結構あってねそうだからあの応援10人いてその応援するコメントっていうのであの諏訪七香さんへの応援も多かったけれどもね長谷川レナさんもそれに負けてないぐらい多かったなっていうのがあってね、うん、であの天竜市のねイベント今はオンラインでしかできませんけれどもまあ天竜市っていうかアイドル部将ね他のものもそうだけどあのできればねまあチケット4月5日に やる予定だったライブのチケットを一応ね手元にあの持ってはいるのでまあ一応振り返り公演があるってことを期待して待とうかなって思ってるところですねはいまあ一応いろいろと話したいんですがサブチャンネルなんで短めにしときます皆さんもそんな感じなんでよかったらアイドル部将の天遊氏のあの番組見てくださいあの生歌がよろしいですよあのポンちゃんセンターだっていうところねあのリードダンサーだったりするんで ダンスリーダーだったからあのだからカレント・ザ・ナドゥのねあの ところでダンスのところは一番前にいるんですよあれ見てあれも見ても感動ですよねはいそんな感じで、えー、アイドル時代にはねセンターにはなれなかったわけなのであの今はセンターになってますしで元集団アイドルにいたわけだから山の天有氏のね10人という人数であのたくさんの人でやってるのはポンちゃんも楽しいんじゃないかなと思います本人もそれ言ってましたねはいそんな感じですねはいいろんな見方ができると思いますんでぜひぜひあの長谷川ルナさんの応援もよろしくお願いいたします。 ははい、では、えー、サブチャンネルの方のチャンネル登録とまだの方いらっしゃいましたら私のメインチャンネルの方あの文化系トーク YouTube の方の、えー、チャンネル登録も合わせてよろしくお願いいたします。はい、では失礼いたします。言いたいことは今日言っておくグランパンパスでした。